カルテノでの失敗はどうにか言い訳できたけど、さすがにまずかっただ。やっぱり月は回ってきてるぞ。お前はカルテノーの時の、今度こそ蹴散らして出世してやるぞ。ほれ、新兵器の威力見せてやるぞ。攻撃開始。
魔導兵器がやられちまったと。このポンコツクズ鉄出来損ない。覚えてやがれ、次会う時がお前の最後だからな。我らが勝利ぞ。者ども勝ち時を上げよう。おお、thank you.
帝国と戦う同志を募るため、私たちはギラバニア山岳地帯へと向かった。荒々しい山並みが続くこの土地で、私たちは目撃することになる。帝国による厳しい統治の現実を、そして屈辱を受け入れながらも日々を生きる人たちの姿を、
ドクロ連隊とは厄介な連中に遭遇したもんだぜ。いいか、リセ、何があっても飛び出すんじゃないぞ。おい、そこの怪しい奴、動くな。止まれ。お待ちください、兵隊さん。私は怪しいものでは。今日は属州税の支払いに。何？税の支払い期限などとうに過ぎているぞ。見え透いた言い訳を。さては解放軍の密偵だな。いえ、解放軍なんかじゃありません。ここに来る途中で盗賊に襲われ遅れてしまったのです。あ、本当に属州税を。動くなと言った。おいおい、冗談だろ。属州税は全収入の5分の1という決まりだぜ。ああ、お返しください。それが本当に全額なんです。黙れ。期限は守らず盗賊だなんだと嘘をつく。その上納税額までちょろまかすつもりか。こらえろ、リス。今出ていけば彼は解放軍の一味として扱われ、家族もろともよくて強制連行、悪ければ皆殺しだぞ。そんな。貴様らグズがいつまでも帝国に逆らうから、俺たちの世代は市民権を持っているってのに、アラミゴ出身ってだけで差別されるんだ。どれだけ能力があっても、どれだけ努力しても、与えられんのはこんな偏僻な場所の巡回ばかり。そのあたりにしておけ。そろそろ定期報告の時間だ。どうにか解放されたようだな。とにかく戻るぞ。
Thank you.
エオルゼア同盟軍は依然としてバエサルの頂上を占拠しており、接近する我が軍の部隊に対して敵対行動をとっております。先日も新型機の試験運用に出た部隊が同盟軍と思われる部隊と遭遇、交戦の末全滅しております。全滅？どのようにだ？はっ！同盟軍と交戦をしたのは我が配下の部隊になります。ただ一人負傷しながらも逃げ帰ってきた兵によれば、イーストエンドコンコーリンにて待ち伏せ攻撃を受けたようでして。聞くに足らぬ凡庸な戦だが、ただ一人の生還者というのは悪くない。生き残る悪運もまた力のうち、その者の命だけは狩らずに置いてやる。しかし我が第十二軍団に弱者の席はない。はっ、直ちに任を解き左遷しておきます。ほう、腰抜けは必要ないか。素晴らしい見識だ。確かに後方で安穏としている腰抜けは必要ない。さて諸君、俺は未知の蛮神が召喚された後、あえてバエサルの頂上を放置し、エオルゼア同盟軍の手に委ねた。なぜか。